ははいさんんこにち村長です今日はシンセサイダー V の最速アップデート情報を皆さんにお伝えしたいと思います今画面の方にもありますようにシンセサイダー V スタジオはバージョン1.10.0ベータ1というのにアップデートされていますただしこれは今まだベータ版ですので皆さんがお持ちのソフトから 自動的にアップデートすることはできませんアップデートの方法はもう少し後にお話ししますけれども今回のアップデートはここをまあ呼んでいただいたら分かるというようなもんなんですけれども分かりやすく説明すると AI のリテイクでいろいろ皆さんがファーストテイクセカンドテイクサードテイクというふうにどんどんテイクを作っていってその中でお気に入りというのに ハートマークをつけるとですねこれがいいというのがフィードバックされて次のアップデートの歌声のところに皆さんがいいと思うものが反映していくいわゆるドリームトニックス社と共同で AI を良くしていこうという考え方そんな感じに思っていただいたら分かりやすいと思います。 実際ベータ1の方はずっと下の方に下がっていただいて新機能へのアクセス方法というところでこちらからダウンロードできますというこのこちらというところでクリックをしますとこのようにダウンロードのベータバージョンがすぐに開くようになっています我々は基本的に日本語ですので この日本語の中のシンセサイダー V スタジオベータ版ここの中の 1.10.0B1 というこれを押しますとこのように出てきますそして皆さんがプロ版を押すか以下によって全部で6個のファイルがあります6個のファイルというのは UNIX と Mac と Windows という意味です僕は Windows ですので Windows の方はギアのマークですね。このギアのマークのプロバージョンのセットアップ EXE これをダウンロードしてください。そしてその他にも歌声データベースですね。ここを見るとこのようにありますので一番上のところには My があります。これをダウンロードします。そしてその他のベータ歌声皆さんが 購入したものというのがここにありまして、この中を開けるとご自分で購入されたデータベースがあると思いますが、字が読みにくかったりするので、例えばこれは、りょう AI と書いてますので、りょう AI。これ、さき AI と書いていますので、このようにして自分の購入した歌声データベースをダウンロードしてください。そして、 ライト版というのももちろん使えるわけで自分が持っていなくってちょっと機能は劣るけれども使いたいという歌声がありましたらここからダウンロードをしてくれたらいいということになります持っていないものはここからダウンロードするとちょっと機能の制限はあるものの歌声を使えるということですそうしましてインストールをします インストールは至って簡単で Windows の場合はダブルクリックするだけこのようにアップデートができますアップデートできてるかはここを見るとシンセサイダー V スタジオということで 1.10.0.B1 という風になっていますので僕はもうアップデートができました歌声をアップデートしていくのには自分がダウンロードしたホルダーに 僕の場合、ここからここまでが4つですね。購入したものがありますので、これを1つ1つですね。このように引っ張ってきて、上に重ねるだけでいいです。ちょっと僕はもうインストールしてあるけれども、話してみましょう。はい。このようになりまして、次へ、再度インストールしたことになります。確定を押します。このようにして、 自分がダウンロードしたこの歌声ですねこれをシンセサイダー V スタジオのスタンドアロンであってもプラグインであってもどちらでもいいですのでこのようにしてアップデートをしましょうこれでアップデートが完了しました例えばこの部分にテイクを作りたいという時はこの部分を選択しましてそしてこの AI リテイクという機能ですね え画面で言えばここになりますがこのようにして AI リテイクのタブを出しておきましてテイクを生成というふうにします今1234作ってありますのでピッチの方で5番目を作りますこのように作りました声色の方もこのように上のタブを切り替えてテイクを生成します表現の強弱 というのを、こののように設定もでで、きますのでここでテイクの方向性それを強めにかけるのかもしくは弱めにするのかこの上のところではグローバルということで全体が動きますそして各個別にも動かせるようになっていますこのようにしながら声色のテイクを生成しますただし、色のテイクは、 そんなにもわからない場合が多いです。かなり耳のいい人でないとわからないと思います。ちょっと聞いてみましょう。はい。もう一度テイクを作ります。どこが違うんだっていうことです。僕は本業がサウンドエンジニアです。僕が聞いても今のところはあまりわかりません。ですから、この声色に対しては そんなにもテイクを作る必要がないんではないかなというのが僕の個人的な意見です。でもピッチの方は案外わかります。ここにハートマークが書いてありますが、これ以外の例えばこの4というのを見てみましょう。そしてちょっと強めにしておきます。これで4を聞いてみます。土の中で踊る。はい。 これまだ自然なんです。でも、このテイク3、よく見てください。このでのところとおの間、で踊る。ここ、注意深く聞いてください。不自然なピッチです。土の中で踊る。で踊ると。ちょっと、もちろんこの絵の通りにですね、でという風に歌っています。もう一度よく聞いてください。土の中で踊る。はい。 これに比べて僕がハートマークをつけてあるテイク2これはこの部分がとっても自然ですまあ絵を見てもわかりますでがストレートな状態になっていますちょっともっと広げてみてみましょうこういう感じですねそれに対してテイク3はこんな感じに変にお尻上がりになってしまっています これの場合だったらやはりテイク2を選びます。このテイク2というのを選んだらここにハートマーク。こうやってハートマークをつけるとですね、この情報がドリームトニック社の方に行ってアップデートをしてくれるということです。ですからちょっと気をつけないといけないのは悪さのようにですね、良くもないのに違うものにハートをつけるような人が全世界で 多くいてたらですねこれは変な方向に行ってしまいますですから真面目な判断をしていきましょうそうしましてもう一つアップデートした機能がありますトラックの色を簡単に変えれるようになりましたトラックのヘッダーのところで右クリックをするとこのようにカラーが自分の好きなように変えれるようになりましたまあ分かりやすい という意味ぐらいですけれども、うまく使ってください。そして、もう一つ気をつけないといけないことがあります。それは、このバージョン1.10、いわゆるバージョン10ですよね。これになってからは、これで保存してしまうとですね、前までの1.9、これまでとの互換性がなくなりました。ですから、1.9で開きたいという人がどうしてもいる、 もしくは友達の中でまだ1.9のままの人がたくさんいてるそういうような方はファイルから保存するときに名前をつけて保存バージョン1.905巻というふうにここで明示的に保存をしないといけないことになりましたここは 気をつけてくださいこのまま終了してしまうとですね前のバージョンでのファイルというのがなくなってしまいますので特に上書きをするときは注意してくださいこのようにしてどん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 シンセサイラー V も良くなってきます1.10になったら 本当はバージョン2.0になるのかなアップデート費用がいるかなと思っていたらなんとなんと親切な対応でしょうかドリームトニックスさんは十分利益的にもうまくいっているんではないでしょうかここまで素晴らしい伸びをしたソフトというのは DTM の中でもあまりないと言っても過言ではありませんぜひ今回の バージョン1.10のリテイクこれに参加してですねみんなでもっといい歌声合成ソフトにできるように協力し合いましょうそれでは今日はご視聴ありがとうございましたまた1.10の正式版が出たりして仕様が変わったりした場合は僕の方でもまた再レポートをしていきたいと思いますよければ チャンネル登録やベル通知などをしていただいて今後ともよろしくお願いします。村長スタジオでした。